ハローエブリバデ投資家のババです本日も YouTube やっていきます 2020年8月20日木曜日サーズデーでございます。本日のお題は株式投資のお話を少しと経済の話話話題のお話をさせていただくこうと思っておりましてまず株式投資の,のちょっと、ね、マーケットの様子ちょっとね今日はね、えー、だいぶあのちょっと、えー、調整がかかってたのかなというところでございまして今までねちょっと若干調子がよかっただけにですね、えー、ちょっと調整が。 とととと下下ががっってていいいいたたののかかなな日経もねうこでございますまあまあね、明日には回復していくのかなというようなね、感じなのかなという感じでございます。まあこうやって波がありますからね、相場には。そういったところと、キーホルダー、銘柄コード4712、キーホルダーについてお話しさせていただこうと思いまして、なんといってもキーホルダーに所属しております、国民的美少女、白石麻衣さんのですね所属しているわけなんでございますけども、乃木坂46でございますね。この 白石さんがですねなんと本日あの8月20日の21時点でライブ放送 YouTube でされている感じでございますすごいことになっていますこのね YouTube 国民的 YouTube というかですね、えー、もうこの YouTube が始まる前にね約50万人のチャンネル登録者数がまだ始まってもないのに 登録者数が50万人達成しているということでございましてなんというかチート級というかすごい世界なのなという感じでございますはぁ、あ、びっくりでございますでねもうライブ先ほど見たんですけども,、えー、もうこんな遅い時間、まあ、22時33分なんですけどもまだ多分ライブ行われていると思うんですけども、えーね 22万人ぐらいね見られている感じでございました視聴率、やばくないですか、これね、すごいことになっております、まあ、あの白石さんの,その誕生日に合わせてね、えー、行われているということでございます。はい また後ほど、これについてもお話しさせていただこうと思います。それとね、ちょっとね、あの、ビッグマック指数みたいなのをね、少しね、経済のね、えー、測る物差しっていうものがありますね。それについてもお話しさせていただこうと思っております。皆様、最後までご視聴のほど、何とよろしくお願いいたします。ババーチャンネルでございます。皆様、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね。お友しも皆様にもぜひともよろしくお伝えくださませ。ババーチャンネルでございます。普段は株式投資なし、金融の話、経済の話、心理学なし、金取りの話、 ガジェットもの iPhone とか a p p l e w a t みたいな感じでお話しさせていただいておりますの、ね、で引き続きバーチャンネルよろしくお願いいたします毎日一部配信しております毎日一部配信して継続は力なりという感じでやっておりますの、ね、で引き続きよろしくお願いいたしますはいそれではまいります今日の経済ね、まあ、その株の状況マーケットの状況なんですけどもやっぱりねちょっとね、えー、そうですねちょっと見てみますと、えー そうですね今日は、市況情報ですね。2い。まあ、2900二2万3000円をちょっと割り込んで下にいっている感じでございまして、プラス20円高ということでございました。まあ、ちょっと弱かったなという感じでございますね。5番にかけてちょっと落ちたなという感じでございましたけども、まあまあまあね、えー、そういう感じで、ね、調整が入ったという感じでございますね。 はいまあ、よくあることでございます、まあね、昨日まですごく良かったから、ですねそんな感じでございますですね。はい、原油は41.95、WTIK41.95 という感じでございます少し下がっているという感じでございますですかね。 はい、という感じでございました。ではね、あの行きます。銘柄コード4712キーホルダーね。ずっと上がってきている感じでございましてね。いやいいですね。銘柄がねまあ。今日もね。白石麻衣さんのね。youtube の解説誕生日に。 えー、誕生日ということでございまして非常におめでとうございますと言いたいでございますねまあいいことにございますね、えー、これからまたいろいろな展開がされるということでまあ白石さんも言われ YouTube の中で言われているんですけども、えー、なんとねまあそのもうすでにいろいろ撮ってるみたいでございまして、えー、今後また、えー、どんどん YouTube 投稿をされる感じでございますね、えー、今日はそのケーキをね作られたということでございましてそのね マンンゴーーととかを皆様で盛り付けらられれてているところのシーンが見られてましたやっぱりソーシャルディスタンスというかねちょっと敷居がね3人いらっしゃいましたね3人の中の真ん中に白石さんが座られて、まあ,あの敷居があるあのアクリルというかねまあ、透明のボードで仕切られて、えー、YouTube されている感じがしましたなんかねすごくね画質がいいなという印象ですねあとライティングがいいなという印象で多分あれはすごくいい。 えー、ライトも使われております。ですね。いや画質が良かったです。で、なんかね。そう、綺麗ですね。もう綺麗な感じでございました。そのうん。 はい、といいう感じでございましてであとはそのろうそくを消すシーンとかもあったりなんかそう、そんな感じでございましてで、あのーまあ、いろいろなハプニングもあったみたいでございますけども、まあ、今後の展望というか、ねまあ、YouTube をどのように展開するかという部分についてもなんかゲームもやってみたいなということも言われておりましてなんかファミコンみたいな、ね、えマリオみたいな感じですかそんな感じのゲームもやってみたいなという感じで言われていましたで視聴者数の、ね、やっぱ皆さん、ライブコメントが。 送れるんですけども、ね、そこでフォートナイトであって、スマブラであったり、ね、スプラトゥーン2であったりというのを、ねえー、こんなゲームやってくれという、ね、視聴者さんからの、ねえー、メッセージも送られていまして、も滝のようにコメントが流れている感じでございまして、ね、すごいね、YouTube ってね、まあ、双方向の、ねこうや,ってね、やり取りができる世界になってきたのかなと、テレビとは違ったね、また、えー、アイドルとね、国民 的なアイドルと僕たちが、えー、双方向にやり取りができるのかなというところでね素晴らしいですねまたこれをねコメントとかねまた試合さんとかにねあ拾っていただけるようになってくるとまた面白くなってくるのかなという感じでございますねはいまた警部っていう銘柄がですねまた別になんですけどもこのもね警部がまたこのライブ特化したですねライブ映像に特化した、えー リリースをね、もうすぐ間もなくされるということでございまして、まあ、こちらもね、まあ、キーホルダーとケーブルっていうね、まあ、連動した感じで、えー、株価も上がってきておりますので、これも楽しみでございますね。いや非常にね、僕もキーホルダーをね、ずっと見てきておりましたので、ね、この嬉しい感じでございます。こ,こ,こんなふうにね、企業が成長していくということはですね、という感じでございました。22万人の視聴者数ということでね。 すごいなぁという感じでますねフォートナイトもねあの小屋部さんっていうの方がね吉本の座長の小屋部さんが、えー、youtube ゲーム実況されておりますけれどもあれも、ね、もう結構もう10万に近い感じじゃないですかねすごいことになっておりますねいや、フォートナイトも、ね、人気が人気がありますからですねでフォートナイトの座長4人 がもうゲームの中でやるみたいなね面白い展開ですねテレビのタレントがやっぱりゲームもやっていく時代になってきたのかなともう認ゲームのね認知度っていうのは非常に高くなっておりますねフォーートトトナイトスプラトゥーン2もね。 ありますしスマブラもありますすごいですね皆様もねゲームやってみてくださいあの面白いですよやっぱねもう僕は今スプラトゥーン2をやっているわけなんですけどもぜひともね一緒にやってみませんかね楽しいですよあのねリグマとかねやってみるとですね昨日ちょっとさせていただきましたけどもねやっぱりね面白いですね なんか、ね、いろいろアイデアをむかんできますね。なんかねあんな風にゲームをやってみるとですね、あ何でもチャレンジというかね、そんな感じで日々ね過ごしていきたいなと思っております。まあ、株もね昨日言っ,ておりました言っておりましたけども、僕がね僕の YouTube でね言っておりましたけども。 株もゲーム、壮大なゲーム、まあ、世界一ね面白いゲームなのかなというのを、株というものを持っていますけどもね、そんな感じでございます、また今後もね、キーホルダー、警部のね銘柄に注目していきたいところでございます、今日の白石さんのねライブ、放送も、ね、非常に好感触としてですね、あのー、すごいね、予想をはるかに超えてた、すごいですよね、もう50万人以上。 予想をさらに超えるっていうね素晴らしいですねさすが秋元康大先生という感じが出ましていやーね素晴らしいこともキーホルダーに秋元康先生が、ね、入られてますからですねすごいことになっておりますあとはねそのちょっとね経済のお話という形で少しだけお話しさせていただこうと思いましてビッグマック指数というのがあるんですねある方が言われておりましたけどもビッグマック指数っていうのがねまあ簡単に申しますとあの アメリカの、えーまあ、ビッグマックですねあのマクドナルドが出しているビッグマックとその他の国との比べてね比較して、えー、どのくらいのね、えー、経済支障があるかっていうその物差しになるっていう部分でございますですね。えーまあ、ビッッグマック指数とはまあ 2通貨間の購買力を比較するために用いる携帯指標でございまして米国とその他の国におけるマクドナルドのハンバーガーの価格を比較することでそれらの国の通貨の購買力格差を比較することができると言われている感じでございますねえまあその日本では390円でビッグマック売られている感じでございましてアメリカは613円なんですねだいぶね ね、半分ぐらい違うような感じですねイメージ的に半分まではいかないですけどもはいでタイが438円スイスが741円という形でございます日本が390円でございますから、ね、日本の物価は非常に安くなってきてるのかなという感じが出ますね、はい、円の価値もちょっと下がってきてるのかなというところでございますまあこういったねあのいろんなね指標とか経済指標やっぱり分かることによってねあの社会もね 生きていく中で非常にあの勉強にもなりますしあの知恵ともなりますのでこう,いったこういったところも勉強していきたいところでございます。こういったところもね、バばチャンネルは、ね、あの YouTube を通して皆様にお伝えさせていただこうと思っていますので引き続きババチャンネルをよろしくお願いいたします。 チャンネル登録よろしくお願いします。ババーチャンネルでございます。これ、丸いボタンができます。丸いボタンが。丸いボタン、ポンと押すと。丸いボタン、ポンと押すと。YouTube、すごい。チャンネル登録できるんですね。なるほど。よろしくお願いします。はい。ね、まあ、うちの、えー、ね、ちょっと大事な人もね、えーえー、誕生日をということなんで、おめでとうございます。はい。まあ、YouTube 通して誰。誰のこっちゃということでございますけどもね。はい、そんなことでございました。はい。